京極マリアは、北近江の戦国武将、浅井久政の次女として生まれます。政略結婚により、19歳の時、59歳の京極高吉に嫁ぎました。彼女は、その名が示す通り、キリスト教の熱心な信徒でした。夫高吉と共に、安土城城下で、オルガンティの神父より、洗礼を受け、洗礼名として、ドンナ・マリアを授かりますが、その数日後に、高吉は亡くなってしまいます。熱心なキリシタンであった。京極マリアにとって豊臣秀吉の発布したバテレン追放令は大きな出来事でした。バテレン追放令ではキリスト教を邪教として禁じ、外国人宣教師全員に国外へ退去することを定めたのです。しかし彼女は逆境に耐えながら懸命に布教活動を行ったと伝えられています。